京ツインテールです。ゆっちみーん、こんばんは。ハートとハートの空気ありがとうございます。やっほやっほ、ありがとうございます。こんばんは。ボンボンチョコとレインボースターありがとうございます。ハートの空気ありがとうございます。ハートありがとうございます。最強ツインテールありがとうございます。そう、 X フォロワーさんがね5000人超えました。イエーイ、ありがとうございます。私もようやく5000人超えれて嬉しいです。ありがとうございます。5000人、次は5100人目標ですね。ぜひまだの方フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。パチパチ、そう、5000人超えましたね。5000人目は誰なんだろう。ボンボンチョコありがとうございます。そう、今日はドゥーンエプロンを着ているということで、そう、バレンタインっぽい服も着てます。後で作り終わったらエプロン脱ぎますね。尊い、ありがとうございます。そう、お菓子作りたいと思います。イエーイ。よし、みなすぐしょ、いやいや、ぜひまだフォローしてない方はフォローよろしくお願いします。お知り合いの方にも拡散よろしくお願いします。親戚とか。ハートのクッキーありがとうございます。そう、ラップタイムピアノバージョンしました。ハートのクッキーありがとうございます。そうそう、私今日ね、ドゥン、私のアクリルスタンドゲットしてきました。皆さんももうゲットしてくださいましたか？お、 M コイン終わり。私は DMM で見てました。レイポンの3番手を見てました。楽しかったですか？ポップチョコありがとうございます。おー、そう、とりあえずアクスタだけゲットしました。皆さんもゲットしてくださいましたかね？なんか裏から見ると面白いね。なんか透けてて面白い、めっちゃ。映ってないよ。この時なんかめっちゃセット可愛かったんですよ、うん、アクスタにはラブって映ってるんだけど、他にもいろいろあってね、めっちゃ可愛かったセット。明日まで、わかんない、追加されるような気はするけどね、まだわかんない。今日はでも見た感じ、今私が買ったのが19時時点ではアクリルスタンドがあと2枚、あ、1枚、あと1枚だっけ、2枚だっけ、うん、どういうこと？もう売り切れちゃったよ。え、そうなの？うん、え、そうなの？うん、アクスタンの方は。あ、そうなんだ、うん、じゃあ私が行った後にゲットしてくださった方が1人か2人かいたってこと？ありがとうございます。ポンポン、あ、ポンポン、そこ見られへんかった。なんやろ、そう、ハートエリキの名前なんなんやろとずっと思ってたんですけど、ポンポンやったんや。あ、アクスタ完売、そうなんや。あら、ありがとうございます、ゲットしてくださって。追加されるかな、どうだろう、まだあるような気はするけど、奥にどうなんだろう。アクリルキーホルダーはまだあるかな、私がいた時は結構まだあったの。あ、ロマンスのお礼してきた、そうなんや、ありがとうございます、伝えてくださって。ハートありがとうございます。ハートのクッキーありがとうございます。売れるの早い、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。土曜日に、そうなんや、え、どうなんやろよ、そんな、まだ奥にある気がするけど、出てる分だけなんかな。ゲットできてよかった。ネットの方は終わっちゃったのかな。アクリルスタンドはなかなかないからね。しかもこの日に撮ったやつなんか漏れてるんですよね。パジャマはもっと前やけど、これ撮ったのもめっちゃ前やけど、 4,5 ヶ月ぐらい。ハートのクッキーありがとうございます。ね、衣装めっちゃ可愛い、好き、チョコみたいな色してて。このさ、アクスタとかのデザインめっちゃ可愛いですよね。アクリルキーホルダーのなんかちょっと横についてるさ、ヨシミアネっていう名前がついてるやつとかめっちゃ可愛くないですか、あのデザイン。まだ売ってますね。あ、まだ売ってる、ネットでまだ売ってるみたいです。まあ、届くのはもうちょっと全然遅くなっちゃうんだけど、ネットはまだ日曜日まで売ってます。日曜日までぜひゲットしてください。ちょっと時期はずれちゃうんですけど、ネットでもありますのでぜひ
じゃあ早速作っていこうかな。そう、西馬のスキャンダラスね。そう、ちょうど一緒にさ、その時いたんだけど、西馬がそれを知る瞬間一緒にいたんですけど、もうめっちゃ泣いてた西馬よかったねってみんなで言って、ヘイコさんとスキャンダラスって号泣してました。あ、ラスイチゲット、そうなんや、え、ああラスイチやったんや、わーありがとうございます。私が言った後やったんでね、ありがとうございます、ゲットしてくださって、届くの待ってます。お、ありがとうございます、ハートのクッキーありがとうございます。あ、そうなんや、もう出てる分なんや一回は。あら、そうなんや、わーありがとうございます、ハートのクッキーありがとうございます。去年やね。今日は生チョコを作っていこうと思います。イエーイ。はい、これはちなみに去年のグッズ、これも可愛かったけど T シャツなのがちょっと寂しいよね。これは去年の、これも持ってくださってる方いるのかな。ハートありがとうございます。これ食べかけじゃないよ、でかいやつをとりあえず割ったやつまずはこれをね、砕いていくところが、まあ、生チョコの工程のほとんどなんですけども、これをやっていこうと思います。見えた方がいいかな。ん、うん、これ見えるよ、いいよ。ハートのクッキーありがとうございます。パチ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 、あ、参考にします。そうなんや、ホワイトデーかなあ、去年のチョコ持ってる、ありがとうございます。これグラついちゃうわ、ここ以外だったら、ほら、あら、あ、もうほんまに手元しか無理やわ、これほんま一番下やったら結局こうしとく、もうほんまになんかあの手だけの人みたい、バンされへんかな、こんな感じ。そうそう、キュッてね、ひたすらにこの作業をしていきます。ほとんど、じゃあ半分手伝いますわ。あ、この方が早いわ。うん、なんか危ないな。うん、もっと大きくていいよ。あ、そうなの。うん、ハートのクッキーありがとうございます。そう、若菜さんもインスタのストーリーに上げてくださっててね、若菜さんにもそうなのあげました、昨日。切れました。これをあとこんだけやっていきます。1かけた 10g の、あ、そうなんや、そうなんですよ。すごいね、大きさ違うのに 10g ってどうやってこう印つけてんのやろ、ね、じゃあこれで今30ってことか、うん、それで400ですね。え、そうなの、うん、道のりは長いな。道長いやろ。ちょっとじゃあお手伝いします。なんか危ない音がしてますが、至って安全です。前の大きいの切る？手元があれなんで。うん、大きいのがいいな。一応なんか私もチョコレート。それ全部で400なの？ちょっと待ってね。あ、数えてはない。うん、じゃあ今これで60。じゃあじゃあじゃあもう決まってるんだけど。ここね。こんな感じで、こっちだけやつ、こうしたら音なんだよ、こうやって、こんな感じ、こっちだけこうして、これで60です。すみません、こう、テコみたいな感じ、うん、ちょっと手首の休憩、うん、顔も、こんにちは
ハートの空気ありがとうございます。これグラグラしちゃうね。ステクの休憩、こっちからじゃなくてこの原理でやってくださいよ。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。いや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 、で、こうして、こう、こっちをキュッキュッってやる。そうして、硬い。こっちに力入れるんだよ、刃先に。結構量があります。3分2回かもしれない。グラグラしてて、どっちかしてができないんだよね。新しいやつ買わなきゃ。うん、じゃあ顔出しグラグラ、顔がぽよぽよ。やっぱ2回こんにちは、こんにちは。いや、もうちょっと大きくても大丈夫よ。ほんとこれぐらいで。あ、そう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 、こっちに。そしたら音も鳴らないので、90いきました。90いきました。120行きました。2人黙々と。たまにパパ今で何本。いや、もう280です。200何本かな。早っ。それで2つで多分400じゃない。90、120、150だよこれ。うん、600って200使ってるんで400。おお、めっちゃ大量だね。何？ね、音だけ聞いてると何の話か分かんないですよね。それは製菓用なので。そうなんや、うん、ちょっといつもよりちょっといつもが食べてるのよりは美味しいかな。いや、もうメンズが待ってるんでね、口を開けて。切れました。金属加工してるみたい。確かに切れました。これで150、腕が、うん、じゃあ一かけら、一かけら、うん、結構強いから気をつけてね、うん、はい。確かにちょっとブラック。そうだね、こっちもありますよ。ちょっと私は雑ですけどこれでいいです。で
ね、東大阪の工場、それは懐かしのあれですね、うんうん、飛んで前やったっけ、なんだっけ、懐かしのとか言いながらなんだっけ、飛べ飛べみたいなの、昔の舞い上がれ舞い上がれ、それそれそれ、適当すぎ、飛べとか適当すぎ、すいません、舞い上がれでした。下町食べた、確かにね、一口食べますよね、絶対一工程ずつ食べますよね、 2B フライ舞い上がれでした、レッツフライ、飛べ、さすがに適当でしたが舞い上がれ、え、舞い上がれだっていうね、前の朝ドラの舞台が東大阪の、うんうんうん、それこそ鉄工業とかのなんか飛行機工場の話だったんですよ、部品をね作ってましたね、いやいやいや、で次、足がやばい、大丈夫、大事に、生クリーム、これの大量のチョコにそんだけでいいの、いいえ、一応確認しておきますね、うん、あ、見てましたか、私も見てた、ハートのクッキーありがとうございます、ボンボンチョコも、生クリームを温めていきます、はい、当てます、400で200です、 200cc なんで、これで今180なんで、とりあえず入れてください、では生クリーム 200cc 入れます、それ180だよ、でそれ1200ワットじゃちょっと焦げるかな、それは低いかな、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと、じゃあこっち1200で1200、あ、そうか、1000、うん、可愛かった服の絵本たち、180cc 入れます、入れました、そう、お好み焼き屋さん、そうそうそう、はい、ボンボンチョコありがとうございます、そう、マインちゃん、そうそうそう、 20cc いたしましたので、うんかお姉さん、チョコ食べるためにヨガと筋トレ、すごい、あらかじめやっておくスタイルなんですね、素晴らしい、そう、沸騰させないより、そう、詳しい、沸騰させないくらい、あ、25万ポイント達成しました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、25万ポイント達成ありがとうございます、たくさんありがとうございます、パチ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 、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、おう、ありがとうございます、もういいですよ、あ、ふつふつしてきました、うん、生クリーム、こんな感じ、ちょっとふつってるの伝わるかな、で、ここに生クリームを入れて混ぜていきます、チョコレートの、生クリーム入れます、チョコレートの、あ、間違えた、チョコレート、チョコレート入れます、全部、うん、やばいやばいやばい、チョコの、混ぜます、あ、ちょっと火弱くしようかな、うん、もうちょっと優しくでいい、ドキドキ、あれ、そっち入れなくて大丈夫、入れます、入れます、で、でかでかくない、大丈夫、ママの分、はい、入りました、チョコ 400g と生クリーム 200cc、混ざってきました。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃん。こんな感じ。混ざってきました。あ、
良い。駐車場に取りますか。ルームスに出せます。あ、現在ホットチョコレート、そうだね、ホットチョコレートめっちゃ濃厚版みたいになってきました。あ、すごいもったりしてきた。うん、あ、うわぁ、テンパリングってやつ。以上ですね。以上。生チョコめっちゃ簡単なんですよ。でも美味しい。生クリームとチョコレート合わせるだけ、うん、私はあの結構生チョコの生みたいな、生生チョコが好きですね。あんまり冷やさないぐらいが好きです。いいですよ。ほぼほぼクリームくらいじゃないのくらいの生チョコが好き。伝わりますかね。カチカチよりもトロトロ。あ、もういい、じゃーん、こんな感じ。めっちゃ美味しそう、やばい。これね、後でちょっとバナナつけて食べよう。こんな感じ、チョコフォンデュできそう、うん、生チョコドリンク、確かに。そこまでじゃないけど、なんだろう。あ、じゃあタッパー、ちょっとお待ちください。美味しそう、やばい、めっちゃ美味しそう、これやば、ここに埋もれたい。うわうわみたいな甘い匂いかな、匂いすごいよ、すごい。お腹いっぱい、やけどします。うわー、ツヤツヤにします。テンパリングってどうやってするのかな。テンパリングってでもチョコ溶かすだけなのかな。わかんないけど、なんかとりあえず混ぜといたらいい気がするので、混ぜときますね。ツヤツヤに。まあ後でココアパウダーかけるけど。これ絶対うまいやつ。唐揚げ食べてるのにチョコ味に感じる映像がチョコだからかな。あ、魔の手がてってれする。一個ね、一個ずつね。はいはい。このままつけていいの？うん。ちょっとパパに。ジョボ。いただきます。もうついてるよチョコレート、ここに。どこ？ほっぺ。え？うん、うまい、おいしい。これはいけない。あ、おいしい、マジでおいしい、ね、これはこれパパ用、はい、いやもうちょっとつけてあげた方が。え、お皿汚したくない派なんで。いや、いい、いい、もったいない。チョコフォンデュとかお皿汚したくない人なんですよ。一応さ、メンズがメインなんで。このままこのまま、はい、もったいないのかおかしいと思います。はい、どうぞ。お皿汚したくない派なんですよ、はい、至福のひととき、ほんまにチョコ大好きなので。私にも一つどうぞ、はい、それはうまいやろ。なんかフォンデュやん、おいしい、うん、悪魔のささやきがそう、パソコンしてるのはパパです。はい、ね、夜のチョコって罪だよね、わかる、うん、ではこのツヤツヤなチョコをバットに流し込んで冷やして、もう完成なんです。実は生チョコって簡単なのにとっても美味しいですよね。二重にして側面ないけど、うん、あるある、頭いい、うん、
どうしたらいいか。うん。オッケーオッケー。オッケーオッケー。でも今から冷やすと私の好きなちょうど生くらいの時間にはもうすっかり深夜で寝ちゃってるんですよね。残念。ちょっと室温で溶かしといた方がいいのかな、うん、そしたらまた戻る？トロトロに、うん、トロトロが好きなんだけど。あーね、ちょっとだけ置いといたら。では流し込んでいきます。 これね、ここがシワになっちゃうから、ここ結構大事。側面知ってる知ってる、うん、え、余計シワシワになった。あ、でもどうしよう、もう一回やろうかな。まあまあいいんじゃない。だってこっちのチョコがなんか固まっちゃうのかなとか。ああ。こうしっかりやってる間に。余計シワシワになったって。ねえ。だってブニョブニョってなんかすごい静電気すごいね。めっちゃ静電気今日。ニットだからかな。うん。いや、もう一回使っていいよ。ラップ。よいしょ。ハートのクッキーありがとうございます。ハート型の風船、お、気づきましたか？と言いつつ、ママが飾り付けしてくれました。ハート型の風船。ハート型。ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。それはハート型ウイルス。ほっ、あ、シワになりました、うん、まあいいでしょう。うん、いいと思う。こういうこと流すとこは結構見どころじゃない。じゃあ流します。ドゥン。上か下かしか無理なので、あ、持っときましょうか。じゃあ、あ、いや大丈夫、はい、あ、違う違う違う、こっち、はい、じゃあここで持っとくわ。こうね。あ、こう、あ、オッケーオッケーオッケー。ドゥン、いきます。はい、流します。あーとかなしね。あ、ちょっと動いた動いた。え、だって全面が見えた方がいいんじゃないの。え、そんなだったら、で、こう、これごと動かさないと。そうだね、ブイーン、はい、はい、あ、ちょちょちょ、動いた、うん、危ないな、危ないな、うん、このまま、はい、こっち動かしたらそっち映っちゃうから、はい、息もできへんねんけど、うん、いきます。でもあれなんだよね、左利きだからさ。あー、そういうことね。隠しちゃうんだよね。そういうことね。その時だけ右でいいんじゃない？え、そういうの、そう、力が危険な予感がするよね。いきまーす。うわー、よそ見しないでね。うわー、そこの底の底までしっかり入れます。しっかり、ゴムベラじゃないから難しいけど、もったいないね。このまた後でバナナつけとこう。これをいい感じに、あ、トントンすれば大丈夫ですね。薄くない？なんか大丈夫かな。いや、全然大丈夫。ぶっといぐらい。あ、そうなの。うん、そう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 、気持ちはチョコショコにね、うん、こうこうこう、こう本格的なチョコのさ、テンとか言ってみたいよね。テン伝わる？チョコテンみたいな店ね、それを言うなら。チョコのテンじゃなくてチョコの店じゃない。え、そうじゃなくて、何々店みたいな、衣装店的なテン。
チョコ店。あ、チョコ店。うん。お、じゃーん。戻します。はい。ただいま。大丈夫かな。うん、はい。そうそう、アンジュさんが言ってたとこ、そうそう、行ってみたい。違いが分かるか分からないけど行ってみたい。いい感じね。おいしそう。魔法をかけなきゃね。おいしそう。チョコ店名古屋でやってる。あ、そうなんや。へー、 よくできました。ありがとうございますこれを冷やし固めます。ハードのクッキーありがとうございます。大好きのクッキーありがとうございます。ありがとうございます。だるまありがとうございます。一人でボケて、ごめん、気づいてくれたは、食べさせて早いな。まだバレンタインデーキー、この平べったいのが切ったらいい感じの生チョコになります。トキトキ、これはきっと濃厚な気がする。そうですね。これじゃない、搬出して顔映らんかった。そこで写真撮っておきましょう。まね、そうね。はい、二工程でした。ちょっと首伸ばしとこう。はい、OK です。では、じゃん。いってらっしゃい。はい。ハートのクッキーありがとうございます。トッピングはね、生チョコあんまり。終わってからかな、ココアパウダー、うん、切ってからね、うん、よし、みん、はい、おお、新しいの買わないとだね、ガタガタだ、うん、ちょっと終わったで、すいません、倒れないやつ出しますか。あ、確かにね、ナッツもいいよね。生チョコ工場を作りたいので指名してください工場でも生チョコのお店とかきっとそうなんだろうね。ちょっとね、余熱を冷ましてから冷蔵庫に入れた方がいいかな。やっぱ危ない、これもう最近危ないの多すぎる。さよならですね、これは。もう危ないのめっちゃ多い。おおってめっちゃ言いまくってるはい、つまみ食いした、さっきしました、チョコバナナチョコバナナしました。ハートのクッキーありがとうございます。チョコ店大混雑だよね、きっと。今日、きゃ、こんばんは、ありがとうございます。明日の配信はまたお知らせします。チョコレートコーティングかけなかったね。限定なの？結構しょっちゅう見かけるイメージだけど、限定なのかな。あ、でもあれかな、こう特別美味しいチョコレートなのかな。へえ、チョココーティングのかけのタネは絶対美味しいやつだね。甘じょっぱいってやつだね。ハートのクッキーありがとうございます。そう、ポテトチップスもあるよね。あのプレッツェルとか食べたことないけど、プレッツェルって美味しいのかな。絶対美味しいよね。それも甘じょっぱいだよね。絶対美味しい久しぶりの趣味に配信見に来たよ、ありがとうございます。あ、久しぶりなの、ありがとうございます、ありがとうございます。ロイズのチョコチップ、うん、あ、なんか聞いたことある。甘じょっぱいのね、食べたことあるよね。パッケージ見たら思い出すかな。ザクザクしたやつに
どんなパッケージ、うん、ね、だいたい何でも欲しくなっちゃうね、甘じょっぱい系は本当に。ギザギザハートのクッキーありがとうございます。ポテトチップスにチョコレートがかかってる。ハートのクッキーありがとうございます。そして冷やしか食べたものがでかっ、ちょっと音量ミスったね、もう一回やる。ちょっと待ってね、いきます。では冷やし固めたものがこちらです。じゃーん、ちょっと生チョコはね冷やし固める時間が必要なので先に冷やし固めたものを用意しました。じゃーん、あるんかい。きっと皆さんも感づいていたかとは思いますが、冷やし固めたものがこちらです。めっちゃカチカチだね、これ。これはカチカチバージョン。ドゥーン、うわ、美味しそう。これ絶対美味しいやつ。冷やし固めのがこちら。あ、なるほどね。寝かせたものがこちらです。こちらってことでこれを切っていきます。呪いの SE。でるる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 ってやつ、うん、ね。ほんまに用意してたんかい。お湯につけた方がいいかな、包丁、うん。ちょっと待ってね。そう、皆さんもね、あ、みんな気づいてるやんって私もコメント見ながら思ってたんですけど、あります。まあ明らかサイズが違うんですけれども。一緒一緒。あ、すごい。ツヤツヤだ。こっちの。あれですね、ラップにくっついてた方がめっちゃびっくりするぐらいツヤツヤ。なんでだろう、ほら見て、おいしそう。あ、用意してたまずかった。そうなんや、さすが、ありがとう。だるまありがとうございます。これをこうかじるのが夢ですよね。ハートのクッキーありがとうございます。なんかあれだけど、こう先ちょだけどこういう感じ。なんか違くない？なんか違うけど、まあ。で、おう、指についた。もうなんか結構溶けてる。で、あのタッパーに入れてココアパウダーをケチらず混ぜてください。次の生チョコにもココアパウダー使えるんで、ちょっと包丁を温めて切るといいらしいので切っていきます。まずは端っこをきれいに、うわうわっ、わあ、美味しそう。やばい、思ったより溶けてるけど大丈夫かな。結構生かも。まあ大丈夫か。一回ずつ拭いた方がいいのかな、これって。なんかそんなことを聞いたことがある。端っこをまずは整えますよっ。うわー、美味しそう。切っていきます。ハートのクッキーありがとうございます。早く食べたい、美味しそう。切ります。
今縦に切って生チョコスティックが出来上がりました。サイ&コーですね。ハートのクッキーありがとうございます。これをサンドした感じのね、あの生チョコサンドも美味しいですよね。めっちゃつぶじ配信サイ&コー、これかけらね、これ美味しいやつ。よ、切れました。とっても美味しそう。これをどうしたらいいんだろう、タッパーに移しようかな。移してからココアパウダーでいいのかな。ココアパウダーかけてから移すのかな。ちょっと味見しよう。ちっちゃいの味見します。美味しい、目覚めるくらい美味しい美味しい。めっちゃ結構あの苦めで濃いめで、チョコ濃いめで濃厚って感じ。美味しい、とっても美味しい美味しい。ハートのクッキーありがとうございます。チョコをちょこっと食べました。ハートのクッキーありがとうございます。移してからですね。移してからココアパウダー、はい、じゃあ移します。どっちでもいいですけど、上からバーってかけて。でここにさ、余ったココアパウダーあるから、こっちこっちこっち、大きい方余るじゃない、周りに。いいよ、次に使うから。これちょっとサイズ違くない？いい、次のこっち固まったやつに使うから。ココアパウダーはのせて違うものに入れるので大丈夫です。では移し替えていきます。はい、美味しそうだね。ちょ1個食べていいの？1個ってかこっちの方がいいんじゃない、四角形の方がいいから。あ、そう、こんなロングバージョン、うん、バージョン。あ、めっちゃ生やんこれ。ね。もうちょっと冷やさなあかんわこれ。え、そうなん？うん。これぐらいが好きやで姉は。やばい、ね、え、そうなん、うん、もうちょっと固めた方がいいね。ちょっとストーブ消します。あ、これぐらいが好きだけど。それだと降った時に、はい、うん、オッケー。ではココアパウダーを振りかけていきます。じゃん、うん、じゃーん、美味しそう。もう普通にこうバーそのまま、うん、そのまま、もちろん。じゃあココアパウダータイムいきます。タッパーを振ってもらうの。はい、さあ、いいよ、うん、いやいや、冷やします。ココアパウダーかけます。
知らず。ちょっと色合ってないけどもいいか。ちょっと明るめ、明るめ、若干明るめのココアパウダーいきます。あ、いい感じですね。こんな感じ。もっと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 、まだ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 、こっち側に、うん、はい、オッケーかな。じゅん、こう、じゃーん。そうそう、ちょっと貸して。こうこう、こういう感じ、こういう感じで振る。乗せない、大丈夫。とっても美味しそう。じゃん、ミルキーキッスみたいだね。いい感じですね。あ、ゴフっていっちゃった、うん、ここの方がいいですね。多分重ねちゃうと溶けてるので、ここにちょっと掃除します。はい、よさげ、じゃーん、めっちゃ美味しそう。めっちゃミルキーキッスそっくりだね。もうこのまま今回はどうやって、まあ、ちょっと可愛くなれるの短くない？可愛くなってもダメとかいいと思いますけど、本当はこうトングみたいなんでやったらいいんですけど、ちょっとトングのちっちゃいやつ、お砂糖挟みみたいなのがないので、お箸が一番いいかなと。あ、そうだね。ハートのクッキーありがとうございます。ちょうだい、ちょっと待ってねちょっと待ってね。これこれ美味しそう。キューブ型チョコ、今日あったかかったですよね。ね、こういうなんかこうつまむのがあったらいいんだけど。ハートのクッキーありがとうございます、はい、そうそう、角砂糖つかむみたいなやつね。うちちょっとなくて、どう並べたらいいんだろう、これいい感じに。まあ普通に生チョコだから、普通に、うん、そう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 、いやで1個、うん、いや本当にこう縦とかにボンボンチョコありがとうございます。縦、うん、もう普通にこう並べたらいい。それだったら 2×8 ぐらい、元みたいな感じでってこと、ね、うん、そう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 。こうなんかこうおしゃれとかじゃなくていいの。まあ溶けそうだからね。若干パウダーはたきつつ、うん、そう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 。ちょっと若干同じ大きさじゃないけど、まあそこはご愛嬌ということで、うん、出ないんだね。ちょっと斜めにします。どれぐらい、はい、あと3分ぐらいですね。とりあえずはもうささっと、いいんじゃないですかね。本当はイチゴ忘れちゃったね。じゃーん、はーい、できました。
じゃん、あ、お、じゃーん、美味しそう、大ページおー危ない、この辺、ハートのクッキーありがとうございます。はい、こちらにあります。あ、なんかそっち可愛くない、こっちね、写真こっちで撮ろうかな。いや、両方でいいんじゃないですか。じゃーん、できました。じゃーん、生チョコ、はい、時間内に、時間内に、はい、できましたハートのクッキーありがとうございます。はい、これは皆さんにですね。はい、どうですか皆さん、美味しいですか。じゃん、あ、おー、動いちゃった、残念、動いちゃった動いちゃったよ、間隔開けてたのに、よっよっ、お家に戻りなさい、よっ、うん、じゃーん、美味しいよ、美味しい、美味しいですか、いただきます、どうぞ。ハートのクッキーありがとうございます。じゃーん、あ、スクショタイム、お時間がなかったんで、チャンチャランチャーン、お、すごい、ファミリーコミュニティからです。あ、すごい、いつの間に。じゃあスクショタイム、ガシャ、カシャカシャカシャ、はい、スクショタイムでした。おいしそう、とっても、こっちもおいしそうね、綺麗な四角。じゃあ一粒いただきます。はい、どうぞ。うん、ちょっとクワパウダーが、うーん、どう、美味しい。なんでパパ写真撮ってから、はいはいはい、ふか、あ、ちょっと生っぽいけど、あいにもこれぐらいの方が好き。ちょっと一個どうぞどうぞ、はいはい、じゃあこれはママから。おー、危ない、似顔絵付きだよ。どれがどれか分かる？これおじいちゃん。ブー。メガネはおじいちゃんじゃないじゃん。あ、そうか。パパ。そう。おじいちゃん。うん。ママ。そうだね。一番なんか質素な顔。これはね、まつげがある。じゃーん。スクショタイム。はい、どうぞ。ハッピーバレンタイン。ね、かわいい。これ何？ポンドケーキ？ガトーショコラです。あ、ガトーショコラなんだ。ヨシミンファミリー集合しました。ファミリーコミュニティからです。シーソー、ここ一番何もないけど、なんかママの特徴とか。チョコペンが足りへんかったんや。あ、そうだね、うん、連れ出されへんかったんや。ヒゲとか描こうかと思ってんけどなるほどね、ベースがキティちゃん、確かに後ろ姿キティちゃん、めっちゃ美味しいやんこれね。あれね、水ぐらいの生が、ほんでなんかチョコ濃度高めで美味しいよね。工程3やけど、材料3で、めっちゃ簡単なんですけどね。どう、あ、美味しく、美味しいよ、え、どうぞどうぞ、うん、あ、ボンボンチョコありがとうございます。石見家の人たちでは男女読みしたいと思います。来てくださってありがとうございました。明日の配信時間はまたお知らせします。何時か未定ですが、またお知らせします。なんかめっちゃ黒い上にさ、タートルネックやから余計に首ないように見えるね。今日ずっと思ってたけど。では男女読みします。ノートパウダー叩いてる。13位、
ナスヤさんありがとうございます。12リットさんありがとうございます。11サトシさんありがとうございます。10位しんのすけさんありがとうございます。9位あおいボーイさんありがとうございます。8位やすさんありがとうございます。7位あさがさんありがとうございます。6位トマトさんありがとうございます。5位、みょんさんありがとうございます。4位ウーカメインの箱しさんありがとうございます。そして3位はドゥルルルルドゥン、ロンドベルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルドゥン、エフさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルルルルン、アンケンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。バレンタイン配信ありがとうございました。また写真は X あげますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。フォローの方もよろしくお願いします。明日は朝しようと思います。予定明日もショールームは6時半からしたいと思います。配信ありがとうございました。夢でよしやんじゅこ食べてください。食レポ待ってます。それでは次の配信も来てくれるかな。あ、1回目から見直します。ぜひまたね。ありがとうございました。ハッピーバレンタイン。